儀式八面大王は長野県の安曇野に伝わる伝説上の人物。八面大王とは儀式の別称である。八面大王伝説は西奈乱章期に見える田村主宮を対象とする西奈の軍による八面騎士大王を狩領とする盗賊団の征罰をもとに生まれた伝説であると考えられている。現在の安曇野で伝承されている八面大王伝説は鬼。 伝説、坂の上の田村マロ伝説、動物法音端の三要素から構成されており、動物法音端は、明治時代以降に、児童文学者を中心に取り上げられたため、本来の八面大王伝説にはなかった要素である。坂の上の田村マロ伝説も江戸時代以降に、鬼伝説に不快された要素であり、教皇九年成立の、新父陶記が次第に八面大王伝説の、初出文献。 または、基本文献と考えられるようになるが、もともと、坂の上の田村マロ伝説とは無縁な話である。現在は、妻の紅葉鬼神ともども、田村俊人によって討伐されたという、神父陶器の記述に基づく伝説が、広く、松本盆地一帯に残っている。出典となった神父陶器に、読み仮名がないため、正式な読み方は不明である。 やめの大きみと読んで、福岡県やめの古代豪族祝いとのつながりも考えられている。西なら暗礁期に見られる記述は、ことを特徴とする。ここでは、八面大王という個人ではなく、八人の狩猟をいただく、盗賊集団あるいはその狩猟の事象として、八面騎士大王の名で登場する。概略は次のようなものである。一方、 松本藩により教法年間に編纂された地史、神父陶器に記される伝承の概略は次のようなものである。また、八面大王に関連した地名や遺跡に関する以下のような記述もある。この件に関する神父陶器の記述はすこぶる表面的であり、上記のように歴史上の人物である坂の上の田村マロと藤原敏人の近藤をはじめとする田村語りの影響など、 おとぎ話的な側面を多く含むことは否めない。決定的なことは、坂の上の田村マロは、延暦20年の遠征以降、誠意の史実はないという点である。加えて、文中のコメントは伝文帳で、うんぬん、とかやが参見しているため、史実としての信頼性を疑わせる。西なら暗記期の話は、具体的であることから、この戦いに実際に参画したかあるいはその近辺に、 いたものによる記述の可能性が考えられている。これを史実として認めるとすると、上記の八面大王と呼ばれた盗賊団を捉えた大将とは、田村主偶であった。この田村主偶の田村が正義で著名な坂の上の田村マロの田村と混同され、さらに上述した藤原敏人との混同が起こる形で、様々な伝説として残ることとなった可能性が、 在野の郷土歴史家、西名総一郎によって詳しく考察されている。八面大王については二通りの見方がある。ただし坂の上の田村麻呂の史実を反映した伝説ではない。大王神社、ありがとうございます。